僕じゃない、僕じゃない、僕いい声出してるの。魚、魚、みかん、みかん、カラス、カラス、桜だ、桜だ。出て変な声出してさ。よっしゃ、今日の勉強、今日の勉強おしまい。みんな元気あるな、うん、今年やな、浜松祭りがないんかな、寂しいな、うん、また来年やろうな、うん、お祭りをな、うん、みんなにさよなら言おうな、うん、桜田さん大好き、うん、どうして、うん、あのキャーキャー声がとってもいい、うんうん、あの人もパンツにうんちがついてるんだって、うん、そうか、お前もついてるのか、うん、あんたじゃあ桜田さんと仲間なんだ、うん、ちょっとお尻見せてごらん、動くんじゃないのよ、そういえば臭いね、うんちついてるじゃね、キャーキャー声出すんだって知ってる？うん、じゃあ知ってないよ。いやちょっと見てあげて、いらっしゃい。あんた男性女性どっち？え？男性か女性かって聞いてる。女性。じゃあオスかメスか？どっち？あ、そう。じゃあ男か女か？女。じゃあ見ない見ない。女の子のねパンツ見ると怒られるのよ。うんちがついてても見ちゃいけないの。でもね調べる方法があるの。どうやって調べるか知ってる？あのね、家でね、あのね、うん、家であまり詳しく話さない方がいいよ、あのそういう言葉あの残っちゃうから。教えてあげようか、どうやって調べるか。匂いを嗅げばいいの。こうやってやるでしょ、そして鼻をくっつけるの。ブーくしい。それじゃあ皆さん、さようなら。さようなら。終わり。